ヨイタのニュースチャンネルです。今回はですね、大人気となっています鬼滅の刃に関連するニュースがいくつも出てきましたので、そちらのニュース、合計ですね、5つと、関連性と合わせて紹介していきますのでよろしくお願いいたします。まず最初のニュースはこちら、熊本日日新聞ですね。阿蘇で鬼滅の刃気分、コスプレ撮影ツアー、地元 NPO が宿泊ロケ地などを手配とあります記事になります。神戸県、そして24日、アニメやゲームのキャラクターになりきったコスプレイヤーとカメラマンの3組10人が自然や史跡を背景に写真撮影を楽しんだ。同社の NPO 法人、これは ASO でいいでしょうか、阿蘇でしょう、阿蘇田園空間博物館が地域資源の活用で新たな観光の形を作って交流人口増を目指してモニターツアーを初企画した。撮影地は、ビンゴ街道の石畳が残る二重の峠を、町、古館を戸籍巻きのでしょうか、古館戸籍巻きの、はい、この年で倒壊した鳥居を復旧した早鷹天満宮、明日の神話に登場する、的石でしょうか、国造神社の5か所、同法人が各管理者から撮影許可を受けたというそうですね。はい、こんな感じで、ですから、なんていうかその背景ですね、このコスプレの撮影でもこの背景が結構重要になってきますので、そのコスプレにこう映える背景のところに、コスプレイヤーですとかカメラマンを呼んで、こういったイベントを行ったということもそうですね。はい、では同様の記事ですが、こちらですね、はい、静岡新聞 SBS からです、 SBS からですね、はい、鬼滅コスプレ人気、東伊豆厚川温泉、和の仮想コンテストとあります、記事ができます。東伊豆町の厚川温泉でこのほど同温泉を発見したとされる室町時代の武将太田道灌にちなんだ石引き道灌祭りが開かれた。例年開かれる伊豆石の石引き再現に代わり、和装の仮装コンテストが開かれた。やっぱりコロナ関連ということなんでしょうか。はい、人気漫画鬼滅の刃の当時の人物などに扮した出場者が再現度やパフォーマンスを競ったということですね。はい、同祭りは例年、主な12トンの新、伊豆石を宿泊客らが引くイベントが有効だが、今年はそれで新型コロナウイルス感染拡大防止策として仮装コンテストをメインイベントとした。コンテストには13組22人が出場、決勝に残った3組は曲に合わせたダンスやパフォーマンスをして会場を沸かせた。優勝者には鬼滅の刃のキャラクター、胡蝶忍と、これは渦井天元で2番に扮した東京都のモデルエミさんと渡辺さんが選ばれた。その他ライブ演奏や打ち上げ花火も行われたという感じです。こんな感じですね。はい、どちらもこういったコスプレなんですが、なんていうかこのイベントとして結構定着してきた感がありまして、単にあのコスプレをするというだけでなくて、こうパフォーマンス、ダンスですとか歌を歌ったりですとか、そういったパフォーマンスを兼ねて、イベントという形で定着しつつあります。はい、では続きましてはこちらですね、JR 九州から観光経済新聞ですね、JR 九州鬼滅の刃コラボ特製弁当を発売とありますね。はい、では記事を読みます。劇場版鬼滅の刃無限列車へのコラボキャンペーンで実現した鬼滅の刃九州乗り放題切符や特製弁当オリジナルグッズ第2弾を発売いたしますですね。はい、で鬼滅の刃九州乗り放題切符は硬券タイプで作成し、つまり一昔前のこの分厚い厚紙タイプの切符ですね。はい、オリジナル台紙を付けて販売します。さらに購入者限定オリジナルグッズとしてデジタルスタンプラリーのスタンプをイメージしたキャラクターとラッピングした特急ソニック、特急カモメが入った缶バッジセット、過去15種類をボックスに収めてお送りします。JR 九州と鬼滅の刃コラボレーションならではのコレクションとなりますということです。これがお弁当ですね。はい、こんな感じで切符ですとかこんな感じでバッチですね。こういうのもそうです。はい、で発売方法など詳細は専用ホームページをご覧くださいという感じになってますね。はい、こちらのコラボ特製弁当こんな感じです。はい、こんな感じですね。やっぱりコラボということでやっぱりそのファンが来てくれて売り上げがアップするということを望んでいるんだと思うんですが、やっぱりそれなりに中身を工夫しないとそのファンにも見放されてしまいますので、そういった意味ではなかなか面白い内容だと思いますね。はい、では続きましてこちらです。ウェブ統合からですね、弘前城植物園に してしまった、鬼滅の刃モチーフの樽植えとありますね。はい、人気漫画が原作でアニメ映画も大ヒット中の鬼滅の刃をモチーフにした樽植えが弘前公園内にある弘前城植物園にひっそりと展示されている。花札の絵柄のようだが、よく見ると鶴の頭に主人公と同じあざがあったり、鹿が竹筒を加えていたり、鬼滅ファンなら思わず二度見する仕掛けが隠れているんだそうです。それ樽というのはこれですね、その樽のこの何ていうか蓋というか頭のところにこういう感じの絵がなっていて、
乗るのはダメなんでしょう。まあこういう風に肩になっているので、まあそういう風に見て楽しむものということなの。ベンチとかそういうわけでもない、テーブルとかそういうわけでもないんですね。要は、これとね、飾りになっているということですね。で、まあ、ちょっとはっきりわからないんですが、例えばですね、まあ、これですね、まあ、ちょっと見づらいかもしれないですけど、拡大するようにいってみましょうか。拡大数でいきますと、出ますでしょうか。あ、これですね。はい。これですね。よく見るとですね、そっぽ向いているこの鹿の口にこう竹筒が、こう、加えられている。あ、これで、ね、キャラクターなんだなというふうになるんでしょう。あとはですね、これ、ですでしょうか。じゃあ、ちょっとここで、その他ですね、こう何かちょっとこう、ちょっと出づらいんですが、何かしらこう、鬼滅の刃の出てくるキャラクターを思わせるような、こう、仕掛けが、こっそりとこう、盛り込んであるということなんですよ。確かにこの辺ですね。このイノシシもちょっとこの辺ですとか、蝶はこれ、どういうことなんでしょう。まあ、ちょっと監督、蝶自体が、ちょっとすいません。わからないんですけど、そういうことなんで、この、これですね、これは雨の絵札なんですけど、この衣装でしょうね、おそらく。この衣装が、その、なんていうか、鬼滅の刃のモチーフにしたものだと思います。ここですね。これなんかですね。まあ、これなんか一番わかりやすいところなんですが、そういったところを探してみてくださいということなんだそうです。はい。そうですね。はい。では、最後の記事、こちらですね。FMN プライドの、こちら、愛媛テレビからですね。空前鬼滅の刃ブーム、赤い羽にも影響、募金にも全集中、はい、全集中というのはおそらく、この鬼滅の刃のよくあるセリフというか、から撮っているんだと思いますが、はい。では、記事になります。もはや社会現象になっている鬼滅の刃、劇場版の映画も、映画の10日間の興行収入がなんと100億円を突破するなど、ブームの勢いは止まりません。県内でも今のところで大きな反響が出ています。実は空前の、今、空前の鬼滅ブームで終わっているのが各地の共同募金会なんです。これですね。スタッフ、クリアファイルの、募金、クリアファイル募金のクリアファイルがなくなってしまったので、欠品のお知らせを入って、10月から始まった赤羽の共同募金は、劇場版鬼滅の刃無限列車編とコラボ。一定額以上の寄付をすると、オリジナルクリアファイルをプレゼントしています。あ、そういうことなんですね。はい。まあ、こんな感じで、こちらですね。なんと、SNS などで口が開き、10日前で1150枚のファイルが欠品する事態。つまり、まあ、通常だったら1150枚、1000枚以上用意しておけば大丈夫だろうと思っていたところが、この鬼滅の刃の人気ということで、もう続々来て、寄付が集まったということで、あっという間なくなってしまったということですね。はい、これですね。で、これ。最後のファイルをゲットした女性、知人から鬼滅の刃のファイルをもらえると聞いたので足を踏めた、自分用と姉にあげようかなと思いました。まさに募金活動にも全集中です。これですね、今年はこれが新型コロナの影響前になかなか難しいことということで、クリアファイル募金やらせていただいたのが予想以上の反応だった。県内では17の市長がこのコラボファイルを扱っていて、どこも現在は在庫がありませんが、11月中旬には再び入荷する見込みということです。で、おそらくこれ、全国で始まったということで、そうですね、全国で始まったんですけれども、こんな感じで、クリアファイルもらえますよということなんですけれども、いくらでしょうか、ちょっと出てないですかね、わかります。そういった、あっという間にこう集まってしまって、ただまあ11月からまた追加が来るということですので、ちょっと募金の人は、ちょっと待っててるらしいんですけれども、落ち着いて、募金の方に向かってみてはいかがでしょうか、ということですね。はい。こちらですね、関連セットいつも紹介してるんですが、ちょっと今回記事多かったこともありました。こちらですね、JR 九州のサイト、紹介します。こんな感じで鬼滅の刃とのコラボのページがこうありまして、まあ、記念切符ですとか、デジタルスタンプラインなど、ラッピングトレーなども行ってますが、こちらですね、オリジナルグッズやオリジナルデン、まあ、今回この記事にありました、これですね、この、出ますね、これか、オリジナル弁当なんですが、こんな感じでオリジナル弁当、まあ、外部リンクがあってありまして、こちらですね、山屋さんのリンクに行きます。はい。劇場版鬼滅の刃無限列車編公開記念 JR 九州、テレビアニメ鬼滅の刃コラボ特製弁当を10月26日より発売と、こんな感じですね。はい、まあ、先ほどの記事もこんな感じで、こんな感じで出てきたんですけど、こちら山屋さんのサイトのもうちょっとこう立派な形で大きい形で扱っています。こんな感じですね。山屋からし明太子、これがドーンと入っているということなんだそうですね。はい、で、これですね、発売価格、大丈夫です。発売期間が2020年、今年の10月26日から12月28日、まあ、2ヶ月ちょっとあるので、まあ、
売り切れもあると思うんですけど、あんまり慌てず、急がず慌てず、買ってみたいからしか、1670円、ちょっと普通のコラボしてる部分だけあって、ちょっと高いかなと思うんですけれどもね、まあ、それにちょっとまあ我慢して買うことになってしまうんでしょうか。そうですね、この値段だったら1000円ぐらいで、というところなんですけれども、ちょっと大きさにもよるんですけど、大きさどうなんでしょうね。大きさちょっとはっきり出てないんでしょうか。ですね、はい、これですね、また購入特典として劇場版に登場する5人のキャラクターの SNS 風キャラクターカードが1枚付いております。全5種類入ったのに見下地記載ですけど、1枚1個買って1枚ぐらいですね、まあ、最低5つ買わないと、コンプリートできませんが、まあ、こんな感じのがどれか1枚付いてくるんだそうです。どうなんでしょうね、まあ、これがやっぱり当たりでしょうか。ちょっと外れてると申し訳ないんですけど、ちょっと期待外れかなという、まあ、これか、あとはまあ主人公か妹か、あちらか、これもうちょっとなんかって感じがしますけど、まあいいでしょう。こんな感じで発売予想はこんな感じですね。JR 駅とか博多ですとか博多筑紫、ところ駅弁当新幹線口線、まあ新幹線が、まあ、この3箇所だけということなんですが、そんな感じですね。まあなるべく早め早めに欲しい方向かってみてください。こんな感じですね。こんな感じで毎日ですね、この鬼滅の刃とのコラボレーション、まあ、他にもいろんな機器が集まっていますので、また機会がありましたら紹介したいと思います。はい、今後もこんな形で、視聴者などに形成された良いニュースや楽しみで、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回もここまでです。ありがとうございました。